マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット効果の高いきな粉、あなたはどのように召し上がっていらっしゃいますか？そこでこの動画ではマイナス10キロリバウンドなしの私がおすすめする、いつまでも若々しくて綺麗でいられるきな粉ダイエットドリンクのレシピがわかるんです。とっても美味しい簡単レシピですので、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。朝一杯飲むだけ痩せるきな粉ドリンク、お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜきな粉で痩せることができるのか、その痩せるポイントと、2つ目、朝一杯飲むだけ痩せるきな粉ドリンクの美味しいレシピ、お伝えします。では1つ目の項目です。なぜきな粉で痩せることができるのかという、その痩せるポイント6つあります。1つ目です。きな粉を召し上がるとあなたの腸内環境が整うんですね。なぜかっていうと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの大好物が大豆製品になるからです。でしかもきな粉はたくさんある大豆製品の中でも一番食物繊維の量が多いんですね。きな粉大さじ1杯に入っている食物繊維の量が 2.7g と言われています。そして2つ目は、血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるのがきな粉になるんです。すっごく大事ですよ。誰でも食べれば血糖値が上がりますね。特に血糖値の上がりやすい甘いものとか脂っこいものが代表的になりますけれども、そういった時にあなたのお体何が起こるか、脂肪がどんどん、溜め込んでいってしまうわけですよね。それを事前にきな粉を食べることで、しっかりとその血糖値の急上昇を抑えることができたらいかがですか。脂肪を溜め込みにくくしてくれるわけですが、これも絶対に朝から召し上がっていただきたいと思います。そして3つ目の効果は、食欲を抑えてくれる効果も、あるんですね。なぜかというと、このきな粉はタンパク質が豊富なんですね。大さじ2杯のきな粉で約 10g ものタンパク質取れちゃうんですよ。私たち人間はある一定量のタンパク質ちゃんと取ってあげないと、いくら食べても食欲収まりません。なので、例えばダイエットだからといってね、お野菜ばっかり食べてる方はもう全然タンパク質ありませんから、食べても食べてもすぐお腹空いて、結局食べ過ぎになって太るわけですね。ですからしっかりとこのきな粉をとって、良質のタンパク質を摂取していきましょう。では4つ目のポイントはこちら、脂肪燃焼効果もあります。すごいですよね。きな粉に含まれるサポニンという成分があなたの血行を良くしてくれるんですね。要はこう巡りが良くなるわけです。そうすると代謝が上がって、結果脂肪を燃えやすくしてくれる、体へと導いてくれます。そして5つ目のポイントはこちら、便秘改善効果です。先ほどもお伝えしましたが、大豆製品の中で一番食物繊維の量が豊富なのがきな粉ですから、ぜひ大豆をそのままね、いって吸った粉末状の大豆を丸ごと食べていきましょう。そして6つ目のポイントは、女性ホルモンが、キーワードなんですね。なぜかというと、きな粉に含まれる大豆イソフラボンというのが、私たち女性が持つホルモン、エストロゲンと似た働きをしてくれるからなんですね。この女性ホルモンがあるおかげで、私たちは脂肪燃焼効果があったり、コレステロール値を抑えてくれたり、またまた代謝を上げてくれたりっていう、こういったね、嬉しい効果があるわけです。けれども年々年を重ねると、この女性ホルモン少なくなっていきますから、ここでしっかりとこの大豆イソフラボンの成分ですね、力を発揮してもらって、女性ホルモンと似た働きをしてもらっちゃいましょう。そしてきな粉は若返りホルモン DHEA と呼ばれるものの作る材料にもなるんですね。しっかりときな粉を摂ることで若返りホルモン作っちゃいましょう。では2つ目の項目です。朝一杯飲むだけで痩せるきな粉ドリンクレシピ、お伝えします。材料が持つ痩せ効果、材料作り方、痩せる飲み方注意点、お伝えしていきます。では先ほどお伝えしたきな粉のダイエット効果に加えて、材料がこちら、
無調整豆乳を使っていきます。もちろん豆乳もきな粉と同じ大豆製品ですから、もう痩せる効果はきな粉とほぼ同じになるんですよね。もうつらつらとこちらに書いておりますけれども、こういった痩せ効果を使ってダブル大豆食品でドリンク作っていきますよ。そして次の材料は抹茶を使っていきます。もう私抹茶も大好きなんですが、あなたはいかがですか？このドリンクめちゃくちゃ美味しいのでお楽しみに。抹茶はですね、脂肪燃焼効果があります。そして油の吸収も抑えてくれる。また何といっても一度に2種類の食物繊維、水溶性と不溶性同時に取れる優れものです。そして何といってもカテキンが多いですよね。このカテキンのおかげで脂肪燃焼効果がアップするわけですね。ポリフェノールの一種ですから。でまた強い抗酸化作用がありますから、アンチエイジングにも期待できます。そして最後に蜂蜜を使っていきます。蜂蜜は適量使われますとカロリーオーバーならない限りはね、脂肪燃焼効果があって痩せます。しかも腸内環境がね、整う大好きな善玉菌たちのオリゴ糖も含まれていますし、なんといってもここで白砂糖とか人工甘味料を使わないでくださいね。逆に太ります。なので栄養価の高い蜂蜜を使っていきましょう。ではここから材料です。きなこ抹茶豆乳の作り方です。材料1人分です。無調整豆乳 200ml、 きなこ大さじ1、抹茶の粉末小さじ1/2、そして蜂蜜小さじ1準備してください。作り方は簡単です。シェーカーに以上の材料を入れてよく振ったら完成。そして最後にワンポイントアドバイスです。飲むタイミング、朝飲んでください。コップ1杯で十分です。そして常温もしくはホットで飲みましょう。くれぐれも冷たいままの無調整豆乳を使ったり、そこに氷を入れたりなど、冷たくしたものは腸が冷えて代謝が落ちますから太ってしまうので NG です。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いきな粉を使った、もうめちゃくちゃ美味しい朝から1杯飲むだけで痩せるドリンクレシピ皆様にお伝えいたしました。ぜひですね、簡単で美味しいので早速作って飲んでみてくださいね。このお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に飲んでみた、食べてみたご感想コメントでいただけますと、もうとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。